こんにちは。スプラトゥーンのファミリーマートでですね、これ、マグネットかな？マグネット売ってたので、買ってきました。本当はチョコエッグも買いたかったんですけど、なんかうちの近くのファミリーマートには売ってなかったので、しょうがなく、欲しいんだけど、キャラマグネッツ、こちらを開封していったらいいなと思います。結構種類があるんですよ。見てわかるかな？アオリちゃん、ホタルちゃんを筆頭に、ね、サーモンランのキャラクターとか、そうですね、あと、小鮭さんとかね。俺の小鮭ね、いるんだよ。一応。これ。これ俺の好きな小鮭なんだ。あ、クマさんもいるじゃん。まあ、狙うは、小鮭さんをね、手に入れたい。5個なので、5個開封していきたいと思います。よろしくお願いします。猫ちゃん。ということなのでね、紙から出してきました。じゃあなんか段ボール、自転段ボールみたいなやつに入っていたので、こちらをですね、開けていきたいと思います。まず1個目は、あ、小鮭！あ、でも小鮭さんじゃない！小鮭！鮭でもゲットした。嬉しい。1個目鮭でした。なんかガムもついてる。ちょっとなんかね、なんだろうこれ。ヒーローモード、サーモナをテーマとした種類豊富な、全22種類。ですって、あ、全部で22種類あるよってことですね。はい、ということで、1個目、小ジャケ。そして2個目は、なんだ。え？小ジャケだ！見て！見た目が違う小ジャケ出ました。ただ、俺の持ってる小ジャケじゃないんだよ。髪型が2個とも違う。ただ、両方小ジャケ。3個目開けていきたいと思います。ドラちゃんも見てる。なんだあれ、なんか待って、ちょっと待って、あ、これか。なんかプレートみたいのついてた。かわいい。あ、これ嬉しい。じゃあ3個目開けていきます。はい、傘だ。傘ゲット。嬉しいかも。傘嫌い。4個目いきましょう。あ、その前に、なんだこれ。ヒーローモードのオルタナだ。おしゃれ。さあ、4個目、いきまーす。はい、登場。出た震えてる今。出た。え、すごくない？ 22 種類ある中で3個小ジャケなんだよ。しかも全部種類が違う小ジャケだよ。あとこれ来れば、ねえ、揃うよね。え、嬉しい。嬉しすぎる。もういいや、もうラストは行こっか。あ、どすこい。どすこい。横綱か。行きまーす。最後。オープン。ドーン。出た。小ジャケが進化した。もうまさにこれだね。どすこい。どすこい。あ、じゃあ横綱。横綱出ました。イエーイ。嬉しい。すごい。普通に嬉しいな、これ。てか前もね、違うやつを開封したときに、俺が開封したやつに入ってたんですよ。ちょっと待ってね。これ、ほら、髪型一緒でしょ？これね、俺がヒーローモードで使ってる小ジャケなんだけど、なんかいいでしょ？嬉しいわ、普通に。ね。猫ちゃんも喜んでます。行くぞ！これね、走るんだよ。行け！あ、倒れちゃった。あいつは終わったな。やばい、ちょんちょんされてる。あいつは終わった。おー。よかった。てな感じです。開封でした。ありがとうございました。あ、小ジャケさんいじめないで。